はい皆様あにょ、しげきくんの刺激回避のお時間でございますよ。むっつりスケベのしげきくん、今日はどんなセクシー刺激が待ち受けているのか。前回の続きから、やっていきましょう。まずは男の差が。さあこの状況でのしげきくんの心情は。一体お店の前に、女性下着のお店。見たいけど見ちゃいけないような、なんとも言えないような。それじゃあね、刺激を回避してあげますかね。なんかシャツをゲットできたけども、そして他にアイテムはない感じだから、このシャツをセクシー下着マネキンに着せれば正解。でも単純すぎるような。だよな、さすがにこれでオッケーじゃないと思うが。あれ、まさかの特にひねりもなく正解。あ、これで良かったようです。マジか。ちょっと失敗パターンも気になったので、調査です。まずこのセクシー下着をしげきくんにあげると。しげきにダイレクトアタック大ダメージ。目的のお店もそっちのけで帰宅です。それじゃあ続きまして。何もつけてない裸マネキンだと。なぜかドン引きされてしげき、撃沈。おいそこの女の子、通路なんだからこういう店の前ぐらい通るだろ。男子の心からの叫び。それじゃあお次、舞台は学校に戻り。脳内ヒーロー、これは小学生男子なら一度はやったことある好きな子悪いやつから守る。まあ刺激は中学生ですが、妄想なら勝てるだろ。ってことでまずは脳アイテムで。いや威嚇パンチ。さすがにダメだった。じゃあ授業中の居眠り中だったのね。そこにコントロール最強先生チョーク投げ。今時先生が生徒にチョーク投げたら一発アウトよね。それじゃあ今度はこっちもしっかり装備を。学校にある装備アイテム、まずは放棄。そしてデカすぎ先生用三角定規。さあ友達は放棄装備で、刺激は三角定規を装備しましょう。これなら勝てるかな。って心の声見るの忘れていたが、カッコ内の本音がウケる。虫も学校に現れた強盗をやっつける妄想、小さい頃やってたな。思い出すと恥ずかしい。お、しっかり敵の攻撃防御、と思ったら、お腹に一撃が。その喧嘩、お腹ピーピーに。となるとどこかにお腹をガードするアイテムが隠されてるってことか。ってことでいろいろ探してみた結果、ロッカー内タップで刺激がここに移動した。しゃ、じゃあさっき刺激の立っていた場所の後ろにおそらく。ビンゴー、ありました。お腹に仕込んでガードしてくれそうなアイテム、分厚い本。さあ刺激、今度は大丈夫だぞきっと。三角定規も持たせて、バトル開始。今度はお腹も大丈夫。そして必殺刺激ロケット三種動きがなんか面白いけん。一撃、防御力弱すぎだろ圧倒さん。無事に夢の中でだけどね、学校のヒーローになれてめでたし。続きまして、君のぬくもり。あ、これは休み時間とかにちょっと席を離れた一瞬に女子に席を取られちゃったけども、何も言えないおとなしい男子をわたパターン。さあどうする刺激。刺激、黒板消しゲットからの優しい消すのを手伝ってあげて。日直がいなくなったので、これで踏み台をゲットだぜ。まあ休み時間ぐらいこれで我慢我慢。でなんで授業までその椅子のまんま臨んだんだしげき。あの女の子も自分の席戻ったやんな。おし、こうなったらしげきも男ですよ。男は黙って空気す。さすがに50分の授業を耐えきれるわけもなくってか先生、この状況でしげきスルーで授業する鬼です。はい、正解は女の子に小さい台をでした。
自分の椅子を取り戻せました。てかどうでもいいけど刺激、一番前の席だったのな。次の席が待ち遠しいやつ。それじゃあ本日ラスト、コンビニでの刺激ありますな。コンビニの雑誌コーナーに刺激が欲しいのは、表紙はセクシーな水着お姉さんの漫画雑誌のようね。実験、左のを見せたら刺激、どうなるのか。普通に読むんかい。でも他のお客さんにその様子を見られ、刺激、漫画雑誌を買わずに逃亡。さすがにね、右の興味ないファッション雑誌かな。これを買って帰っても、1ミリもテンション上がらない刺激でした。やはり、買いたいのは真ん中だけども。さすがにね、このまま普通に買うだけじゃダメよね。こっちにはもう、ゲットできるアイテムはなしと。お、おでんの蓋取れた。そうだ、刺激の心の声を覗いてみますか。店員さんが女性だったら恥ずかしいって。目の前の店員がっつり男だよね。と、刺激がお会計に行こうとした瞬間、男性店員バイバイ、キュートな女性店員こんにちは。そして放り出して逃げたー。上品な客。ゲーム内音声でも鳴ってましたが、これは追加のチーンです。さあ、どうにかしてこの男性店員でお会計をしたいが。お、ドア開けられたぞ。お会計前に男性店員、移動。これは、何を持ってきてくれたのかな？おでんでした。早速ゲットしましょう。さあさあ、おでんの香りに釣られた別のお客さん。これで女性店員が他のお客さんの接客をしているうちに。おし、呼んでくれたぜさっきの店員さん。滑り込み店員。これで刺激くんも安心して帰るでしょう。おし、無事にクリアです。ってことで、あと2回か3回ぐらい続く予定の刺激回避。また次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。